Hello, so I'm Maxime Tifino from France, product manager for 3Design. So I'm glad to be there today to participate to this seminar with the Suzuo team. I will today with Morimoto Sensei show you this software and how it is really simple to use and what is the power and the strengthness of all the features we developed since more than 20 years. I will let Yoshio translate a little bit. So today we have some example to show you to see how the software works with the philosophy. It's not only a CAD software, it's a CAD software for jewelry, dedicated for jewelers, made by jewelers. So we work with so many companies in Europe and worldwide. We have been able to develop more than 20 years this software with dedicated features. We know that our users are not mechanical engineers, so we need to adapt the software. 3D software is at the beginning not easy to use, but thanks to 3Design, we developed a user-friendly interface to be able to use this software the best way as possible. We want you to use 3Design as in reality. You have your tools, you have your ideas, and we accompany you for making the best creations and to develop the best idea we have for you have, sorry, for jewelry making. 3Design softwareは20年以上開発し始めてから使っていただいているところなんですけども、その多くのユーザーさんからいただいたフィードバックやアイデアなどを 取り入れていくことによって、年々進化しています。で、その中で、お客様にも簡単により簡単に使用していただける、あとそのグラフィックデザイン自体もリアリティな実際のものと同じような見え方にしていきたいというようなところに、力を入れて開発を進めていきました。So with Morimoto Sensei today we will show you some examples. And I'm really honored to be there today for this seminar. And feel free to ask me all the questions you have, and it will be a pleasure to answer and do the best for you today. So thank you for your participation, and again, I'm really pleased to be there and enjoy your seminar. ま、今回ですね、あの、Vレブンが出まして、またいろいろな、あの、ツールも増えてますんでね、非常に便利になってます。そんなところを今日は、楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。では、早速、講習の方を始めさせていただきたいと思います。では、最初はですね、3Designの簡単な操作方法というところを森本先生の方から講演いただきます。 まあ、もうご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、初めて見られる方とかですね、どうやってモデリングっていうんですけど、あの、するんだろうっていうのは、操作方法が全くわかんないと思いますので、まあ、ちょっと簡単に操作方法の方先生の方からご説明していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、あの、皆さんまだ、あの、お使いになっていらっしゃらない方とかいるんでね、本当に基礎的なところからね、あの、説明していきたいと思います。 まず 3Design、まあ、CAD
スケッチという 2D からだいたい皆さん始めます。そしてそれをですね、3D 化していくっていうところが普通のやり方になってますね。で、まあ、3D デザインの場合ですね、その他にも便利なツールがあって、今スケッチを使わなくてもどんどんできていくようなシステムがあるのですが、とりあえずはスケッチとかそういうところから基礎からですね入ってもらう方が覚えやすいと思いますので、まずその辺からこう説明させていただきますね。まずですね、スケッチですね、ここでスケッチを立ち上げます。でこのスケッチというのは 3D デザインの場合だと、ここのまあこの面ですね、3種類あるんですけど、まず面を選んでいただいてスケッチを立ち上げます。そうするとこんなふうなスケッチの、ツールがいろいろ開きます。で基本的に今からやるのリングなんですけど、リングっていうのはサイズが皆さんありますよね。そこでですね、まず、この基本リングっていうのがあるんです。ここをクリックするだけでまず、日本サイズ、例えば、13番くらいにしましょうか。13番、こうするとですね、13番の内径のこのスケッチがこうできるわけですね。でこのパスって言われてるものですね、これに、断面を、書いて、そしてそれを沿わしていくんですけど、まず断面をちょっとだ書いてみます。断面っていうのはそのリングを切った状態ですね。例えばここでスパッと切ると、そこをこう開いてみると、まあ、リングを切ったのを想像してもらえばいいんですけど、そういったあの断面というものを書きます。こうね、でここでですね、スケールっていうんですけど、大きさを調節する機能があるんで、ここで例えば、幅がじゃあ3ミリにしてみましょう。3ミリ、高さがじゃあ 1.5 ミリにしてみます。こうね、これでもう今3ミリかける1.5 ミリのリング幅とリングの厚みの断面ができました。こうですね。これでもう一応スケッチ完了です。ただ今日はね、コーマルリングから始めるのですが、いろいろな断面を描いていろいろな形に直すことができます。例えばですね、ちょっとあと一つ描いておいてみましょうね。例えば、まあ、こんな感じのなんか台形っぽいね断面ちょっと描いてみますね。これもあと一つ、もう一度これスケールかけてみます。例えば幅が3ミリですね。で高さがやはり 1.5 ミリにしましょう。こんな感じですね。両方ちょっと描いていきます。じゃあちょっとこれで今これでスケッチが完了しましたので、ここでスケッチモードを終了します。こうですね。で今度はね 3D の画面に入っていきます。例えばこの線を選んでいただいて、先のパスですね。パスを選んだら今度はツールを選びます。まあいろいろツールがあるんですよね。今日はスイープウィザードっていうのを使っています。スイープウィザードですね。はい。ここで今ここに今パスが入ってます。リング1。じゃあ今度は断面をこれにね沿わしていきます。断面のところですね、ここ断面ってあります。クリックします。で断面リストプラスをして、ここで、この断面っていうところに断面を入れます。じゃあコウマルを入れてみましょうね。コウマルをこう入れると、ここでプレビュー、こんな風にですね、今こんなリングになりますよっていうのが出てきます。ここでじゃあ、素材ですね、素材なんかも今シルバーなんですけど、じゃあ18金のピンクゴールド、これをこう入れるとここにピンクゴールドがねこう入ってきます。で決定をすると簡単にこういったピンクゴールドのリングが普通のコーマルですねできますね。じゃあですね、まあ簡単な方法でこれ太さを変えたりですとか、それから形状を変えてみたいと思います。もう一度ここに戻るには、このさっき
属性っていうのが開いてたんですけど、そこに戻るのにはダブルクリックをします。属性っていうのはね、ここでいろいろなことが設定できます。例えば今断面の大きさが、3ミリの 1.5 ミリですけど、じゃあここで変更してみます。5ミリの 2.5 ミリで、じゃあここで、形状をね少し変えてみたいと思います。では断面リストの断面を1つ増やします。で下の方、この、今赤い丸のところにあるのが断面2が入ってますね。じゃあこの赤い丸をですねずらして真下へ持ってきます。真下ですね。でここでさらにこの断面を形状を変えてみます。先ほどと同じ3ミリの 1.5 ミリ、上の方に大きな断面、下の方に小さな断面が入ってますね。これでもうプレビューしてみると、上が太くて下が細い、こういったリングが簡単にこう作れます。じゃあここでまた材料変えてみましょう。ホワイトゴールド決定で、そうするとこのような上が太くて下が細い、俗に言う月型コーマルっていうんですね、こういうのね、こういったものが簡単に作れると。でですね、例えばじゃあこちらの六角形のにしてみましょう。もう一度ダブルクリックします。じゃあここで断面1にして、断面のところに戻って断面、1をこの先ほど作った台形みたいのにしてみますね。で断面にも同じく台形を選んで、そしてプレビューしてみるとこういった台形のリングになってますね。ここで決定をします。これでもう台形の、要するにこういった上が太くて小さい、ね、下が細いリングですね、こういったものがこう簡単に作っていけるっていうのが、あの基礎的なね作り方ですね。でちょっとねこれをね切ってみましょうか。ここで断面の説明にちょっと戻りたいんで、はい、ここがこう先ほど書いた断面ですね。この断面がここにこう大きくなってますけどね、こちらが最初のですね、同じサイズで厚みが 1.5mm、 幅の 3mm のここが断面がここですから、このようにしながら、リングを作っていくことができるっていうね、簡単にこう今どんな風に作るのかなっていうのを説明しました。どんなものなのか、じゃあここからですね、徐々に難しいものっていうか、まあ難しいって言ってもそんなに難しくないんですけど、違ったよくあるようなリングを作っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。じゃあとりあえずね用意しておいたのでね、この簡単なね、この今デザイン画がこう入ってるんですけど、こういったものを用意しました。これ自体はですね、このデザイン画自体を簡単に持ち込めるね、あのツールがありますんでね、例えば、平面内にイメージってあるんですけど、これをこう選んでこのところにこう持ち込んであります。でさらにですね、あのサイズとかもね簡単にこう揃えることができますんでね、こう例えばちょっと大きくしてみましょうとか、こうね小さくしてみましょうとか、こんな感じでこう動かせますんで、あの持ち込んでデザイン画なりを持ち込んでね、あの簡単にこうできます。で今これちょっと見てみると、なんかこう上に出るとよくあるマルチリングの形態ですよね。これをこう今から作っていきたいと思います。まず、先ほどと同じように、
スケッチモードをこう開いてみたいと思います。ここね、で先ほどと同じこの基本リングですね。基本リングで13番というものをこう作ります。でこの今の円というのは ポイントが一つしかないので動かせれないので、ナーブスカーブにちょっと変換したいと思います。そうするとですね、こうポイントが増えてきます。で例えばこのリングを見てみると太いですよね。まず基本の線を作ったらこの線をずらしてあげます。だいたいこんな感じですかね。よいしょ。ね。まあ、1.3 ですね。1.2。幅が 2.6 ミリのリングになりますね。1.3 ミリ半分動かしました。じゃあここでですね、このポイントを少しずつずらしながら内側のこのへこんだリング、これに合わせてきます。でポイントがずれないようなツールを使いながらここでぐーっとこうずらしますよね。で両側を選んでここでずらしてあげますね。こんな感じです。そうすると上から見てください。こうリングの太こうね上部の太さですね、これが今調節してますね。これちょっと見づらいんで、ね、ちょっとごめんなさい隠します。はい、こうですね。そしたらこの線をですね反対側にミラーと言います。こちら側にこの面を、境に反対に移していきます。ここでミラーって言う。ここでじゃあ今こう真ん中の面を OXZ なんでこう OXZ これで今反対側にこう映りました。こういった感じですね。これ分かりますかね、見えますかね。上が細くなってて下が同じね、こういったものをこうしてあげます。そしてですねこの高さの線を作るんですけど、ちょっとごめんなさいね、1個手順忘れてますね。でも簡単です、大丈夫です。ちょっとナーブスカーブにしてもう一度、ちょっと1個忘れてますね。うん、これでいいですね。これをですねまず外側にオフセットっていうんですけど、同じ幅で、外側にずっと例えばここで 1.5 ミリってすると 1.5 ミリで同じ幅で動かしてくれます。幅でこうピッとほらずっと 1.5 ミリ外側に出ましたよね。これちょっとあと1回これ予想の線にしましょうね。ちょっとこれごめんなさい、予想の線なのでフリーズって言って黒くしておきます。こうね、あと1回ここで真ん中のこの線をこの外側に同じく今度2ミリにしてみましょう。ピッとこうやると2ミリの線になりました。そしたらですね、だいたい腕って下が薄くて上が厚いですよね。ここに合わせて直していきます。これをねここでと正確にいきたいんでビューっとですね、まあ、大体こう合わせていきましょうか。ね、まあこれ本当あんまりあれなんですけど、徐々に本当はシンメトリーにしたいんでね。うん、こんな感じですかね。これでいいですね。これで用意ができました。まず1個目の用意ですね。これで3本の線ができたので、一度スケッチモード終了して、まず先ほど書いたこの線と、で、これ高さの線って言いますね、最後の線ね。で、断面はこんなのを書いてみました、自分でね。これはさっきと同じように書きますんでね、ここをちょっと使わせていただきます。そしたらですね、今度3本の線の
ツールがあります。ここに、カーブスイープって言います。これを選んで断面、今3本のパスがここに入ってますね。で今度は断面入れていきますよ。断面は今描いたこれで、これを入れましょう。ピッで今ちょっと断面が反対に入ってるので断面の方向を逆にしてあげます。ちょっとこれね見やすいんでシルバーにしましょう。シルバーの方が見やすいんで、これで決定するとほら簡単にこういったリングができますね。で今度はですね、ここの見えるラインですね、このちょっとこれ隠しますね、マスクしましょう。ここのなんかのの字みたいなリング、これを描いていきましょう。まず、今度は OXY を使いますね。スケッチを起こしてナーブスカーブって言います。こういった柔らかい線を描くのですね。1、2、3、4、5、6、7、8点くらいでねこう描きます。これも徐々にこう合わせていきますよ。こんな感じでね、まあね上手になるとねこれ本当はね違う方法でやるんですけど、今回この一番こう基礎の部分ね、そこをやっていくので、そちらこれちょっとコピーしましょう。でこちら側をこう合わせていきますよ。こう合わすときねちょっとこちら側の点も見たいんでね、こうしとくといいですね。でここでだいたいこの点がね一緒のようなところに来るようにこう合わせていきますよ。こんな方法でこうね徐々に徐々によいしょ、こんな方法でいいですよね。ちょっとここにちょっとですねこうですね。そうしたらですね、実はですねこの線は真ん中にこうあります。移動させてずっとねここまでこうね、そしたらここの、両方の点を選んで、やはりねこれも下の方の点が、うまく動くところ、これを使いますね。ツールをねきれいに、大体です、大体でね。僕たちこれ今やってるんですけど、学校へ来ていただいて徐々に上手になっていただくと、このテクニックっていうのはそんなに使いません。もっと簡単に作る方法があります。ただね今日はね基礎の通りにねやっていくので、よいしょ、こんな感じですね。そしたらここで両方の線を選んで、真ん中の線を作りますよ。真ん中の線もこうピッてこうやると一発でこう簡単にできますね。こう上からこう。そしたら今度はですね真ん中の線の高さをですね変えてきます、高さをつけてきますね。この高さの線ですね、ちょうど2ミリになってますね。2ミリ。もうちょっと上のいいかな。2ミリだと同じ高さになっちゃうんでね。こうするとほら、こんな風にね、高さの線が。これを少しこう中に入れてあげて。こちらも中、あ、ちょっとごめんなさいね。こう中に入れてあげて。だいたいシンメトリーになるような感じでいいですね。これでもう3本のこう線ができました。スケッチモードを終了いたします。そしたらさっきと同じですね、まず幅の線から選んでいきます。幅の線、
で最後に高さ、こうですね。でここでカーブスイープ、今回真ん中から入れましょうね。まず、先ほどここの断面使いましょう。ちょっとやっぱり反対に入ってるんでね、180度反対にしますね。ここで場所ですね、この場ね、場所を選んで真ん中にしましょう ね。ほら今白くなりました。そしたら、プラスをして断面入れる箇所を増やします。場所ですね。今度は、こちら側を選んで、うん、これ大丈夫ですね。あと一つ断面をね、しまこれね。で場所ですね、うん、こんな感じかな。プレビュー見てみましょう。あ、いい感じですね。決定をしてあげます。そしたら、今のちょっと待ってください、カーブスイープを表示にして、ちょっと中側には入ってますけどね、大体でもこんな感じですね。どうでしょうか。こんな感じで簡単にこういったひねったリングの作り方ですね。今ここに入ってるのはね、先ほどの点を少し外側に出してあげればね、簡単に直りますんでね、こんな感じで作っていただくと簡単にこういったひねったリングもできますね。どうでしょうか皆さん。なんとなくあのキャドのこうなんていうんですか、イメージっていうの湧きますかね。スケッチから入って簡単にこう作っていくとね、今の指輪でだいたいどうなんだろう、ん、5分くらい、7分くらいかですね。まあこんな感じでこういったリングが作れるっていうね。じゃあですね、今度は3シェーパーっていうものを使いながら指輪を組み立てていきたいと思います。はい、そうですね、はい、今の先生の方に手書きデザイン原画からのマネジングのモデリングまでちょっと続けて、お話の方をご覧いただきました。まあ、もうちょっと触られてらっしゃる方は分かると思うんですけど、この3デザインCADまあのみならずなんですが、まず線を描いて、基本的にCADの基本原則なんですけど、線のことをカーブと言いますが、カーブを描いて、そのカーブを元に対して立体物を作っていく、これのことを、まあ、CADの世界ではモデリングと呼んでます。でこのモデリングのそのしやすさっていうのはそれぞれ違うんですが、3デザインの方は何かをするために属性って呼ばれるところ、先生何でもいいんでクリックしてもらっていいですか。アイコンなんでもいいです。はい、これですね、属性って呼ばれるこういう部分が必ずポップアップで登場します。ここですごく分かりやすいのが、このモデル、あの属性っていうところの箱を埋めていくだけで、そのアイコンの行動が完了できるっていうように、お客様が何かアイコンを使ったら必ずこれが出てきて、ここの中の四角の中に線を入れたり大きさ入れたり指示してくださいね、あと指示いただけましたらこっちで自動に作りますって言って繰り返して作っていくキャラになってます。この属性を埋めることでモデリングが進んでいくんだっていうのを覚えておいていただければなと思います。では先生、次の方ですかね、はい、処刑のモデリングですか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、今度はですね、3シェーパーって呼ばれる具象とか、それから柔らかい感じの、ものを作るときに使うツールを使いますね。まずちょっと3シェーパー開いてみます。ツールを開いて、ここでですね、とりあえずこの、ボックスケージを使います。あ、これ一発でしたか、まあ、すいません、今これ先ほど見ていただいたのが3デザインで、でこれ今使っているソフトが3デザインでの中にオプションで入れれる3シェーパーっていうソフトになってます。でちょっと3デザインと使い方が先ほどのとちょっと違いますので、その点もご確認しながら見ていただければと思います。すいません、先生お願いします。はい、
まあ、あのシェーパーっていうのはですね、こういった、まあ、例えばボックス形状を作ったとします。例えば面をこう選んでですね、面をこう自由に動かすことができます。感覚で結構動かせます。数字でももちろん動かせます。非常にあの面白いソフトで、こう例えばこうここで、こんなふうにしながらこんなキノコ状のものを作ったりだとか、いろいろできますので、ひねったりだとかですね、こんな柔らかい感じにこうひねりを加えたりね、こんなことができるソフトになっています。じゃあこれからですね、今から、これを利用してリンゴを作っていきたいと思います。まず、ここでですね、まず長さとか大きさを揃えていただきます。まあ、50くらいにしましょうかね。で3ミリくらい腕で、1.5 ミリくらいにしましょう。これでだいたいこう普通の板を作っていきます。ここも、あ違うこれ分割数って言って、この面の数ですね、16にしましょうね。次を、2にしましょう。ここも1にしましょう。こんな感じでこう板状のものを作っていきます。でここからですね、例えばあのリング、あの CAD の一番得意なのは、例えばミラーミラー4分の1作ったら全部がこうミラーミラーしてく繰り返していくと、この1本ができる。それを利用するので、まず半分に切って、ここもなくしちゃいましょう。これでこの面を削除しちゃいます。そしたら上の面だけを選んで、ちょっと分割数をね、こう 星状放射状にしたいので、まずこう放射状にしていきます。これで今、あちょっとごめんなさい、これその前にこう丸状に直しましょうね。こう丸状に直していきます。まず両方の点を選ぶと、こう両ずっと向こうまで選べますので、ここで、移動を使ってこう変形することができるんですよね。これでちょっとこう丸状にこうしています。はい、これでいいです。はい、で面モードに今両方全部選びましたよね。ここで放射状に、分割していきます。こうですね。そしたらですね、まずここの線中が選んで、まあここの幅はね、あここ選ばれてない、こうですね。こうですね、これだけ全部選んで、だいたいこんなもんですね。決定します。こう線を増やしていきます。反対ですね。こんな感じです。こんな感じですね。これですね。そしたらこの外側もですね、やはり同じように、反対なので対象種類使って。ね、徐々に徐々にこう
同じように線を入れていきます。これですね。そしたらここで先ほど言った、CAD の良さを生かして、半分カットしちゃいます。これでいいですね。そしたら、これを反対側にミラーするため中間モードですね、ミラーします。でここでもう一度ミラーします。これでいいですね。ちょっとごめんなさい。でもう一度戻って、ちょっとごめんなさいね、今ちょっと手順間違えたんで、もう一度ここカットしちゃいますね、ごめんなさい。でここでですね、先ほど全部この3本ずつにこう増やしたんですよ、この線。ここをですね、真ん中の線だけこう選んできます。非常にこうここだけはね、ちょっと手動でいきますね。こんなふうにこれで全部選ばれました。はい、こうですね。でここで戻って、この真ん中の線だけをねこう下げると、あら不思議、こういった模様になります。これでじゃあ中間モードに戻ってミラーしていきますよ。ミラーしてここでマージしてつけちゃいます。こんな板がこう今できましたよね。なんかこうお餅を並べたような板なんですけど、これで今スリーシェーパーの作業は終了します。もう簡単にこうやってるんですけど、普通の CAD っていうのはこの溝を全部ブーリアンって言って引き抜いていくんですよ。ですからこの柔らかいね、この雰囲気、この角の雰囲気っていうのは普通の CAD なかなか作りにくいですよね。ここ全部フィレットかけようと思ったらまずかからないと思います。でじゃあ今度はですね、スリーシェーパーで作ったパーツが完成しました。でここで、じゃあ普段さっきはね、あのスケッチを使ったんですけど、3デザインにはもっと本当に便利な機能があるんですよ。じゃあここでそれを使ってみましょう。これもそんなに難しくないです。さっきと同じリングサイズがまずここにあります。リングサイズですね、先ほどと同じ13番。で先ほど幅の線とか高さの線書いてましたよね、わざわざね。まずこれを選んでいただいて、ここにリングレールってあります。ピッとこうやると。もうほら高さの線とか出てますよね、こうやって。じゃあ、まず一番上のこのここですね、3ミリってあるんで、まあじゃあ 2.5 くらいにしましょうかね。 2.5 で次を一番下なんですよ、ここ 1.5 くらいにしましょうね。ここでじゃあちょっとかっこよくするためにこう自分で出してみて、こんな感じかな。で今度はですね、横から見たとこ、これサイドから見た指輪のさっきの幅の部分ですね、上を厚くして下を薄くした部分、ここでじゃあですね、スムーズってこの3本でもいいんですけど、今日はねちょっと時間の関係上2本ストレートにしましょう。上をじゃあ3ミリね、下じゃあ 2.5 くらいにしましょうかね。あんまりね狭いのってそんなにマリッチみたいなのないですよね。もうちょっと小さくていいか。こんな感じですね、 2.2 ミリ。これだけでですね、デザインを描かなくてもそのパスって呼ばれる部分が簡単にできます。でなおかつこの中にはカスタムってあるんですけど、自分でカーブを作ることもできます。こちらもね、ここにカーブ選択、ここで選ぶとカーブを自分で曲がったカーブだとか、それからいろいろなカーブが作ることもある。じゃあこれで決定をします。こ
これでもうパスと呼ばれるものは全部揃ってます。じゃあやはりさっきと同じように幅の線、幅の線、高さの線で選んでみます。こうね、でここではね、さっきカーブスイープっていうのを使ったんですよ。カーブスイープっていうのはこの中に断面を入れてきましたよね。じゃあこの今作ったこのオブジェクトね、腕をね、この中に入れるのにはこれは使いません。両方選んだら、そういう専門のツールってものがあります。ここにラップっていう機能があるんで、こうやると、まあ、ちょっとおかしいですよね。真ん中からってこうやると簡単にこうほらなんか見えますよね。こうね、ここで決定をしてあげると黒くはなるんですけど、これは表面が反対になってるだけなので、ですね、ここにそれを戻す装置があります。ピッてこうやると、これでほら簡単に戻りましたよね。でこれで大体出来上がりなんですけど、ここに筋があるんで、もう一度スリーシェーパーに入れて、ここで接合があるんで、これで簡単に今もう消えました。これだけです。こうやってこれ結構ね、普通の CAD で作るのも本当難しいです。でこの線どうやって入れようかとかで、例えば先ほど真っ平らの板を作ったんですけど、その板をこの中にラップさせるっていう機能は多分 3D デザイン独特じゃないかと思うんですよね。他の CAD はなかなかないです。こんなに簡単にこういった柔らかいね、なんかどっかのメーカーのリングに似てるんですけど、なんかその名前言うとね怒られそうなんで言いませんが、簡単にこうやって作ることができます。これが3シェーパーの特徴ですね。例えばですね、僕の場合いろいろ腕が作ってあるんで、こうやってほらこんな腕とかあんな腕とかね、よくあるようなこうちょっと出しますね、こうエッジの入ったリングね、これも3シェーパーで作ってます。これもやはり同じように今のラップっていう機能を使うと、こうちょっとごめんなさい、どっか選ばれてない、ね、あいいですね、幅とこうですね。全く一緒です。でここで持ち込んで接合してあげると綺麗にこんな風に真ん中にこう峰のある、よくあるマジチリングの形ですよね。こういったものも簡単に作れてしまう。これもやはり普通の CAD をやってる方だと分かるんですけど、本当にねこれ面倒なんですよ。一個一個この断面を描いていってね、その調節しながら作っていくっていうのは非常に大変です。でまあこれくらい簡単に3シェーパーを使うとこういったリングができるっていう今でもですね。はい、ありがとうございました。はい、先生ありがとうございます。皆さんいかがでしたかね。結構立て続けに先生の方からご説明いただいたんですけど、今回スリーシェーパーというやつもちょっと使わさせていただいています。スリーシェーパーというソフトはですね、さっきのような亀の甲羅のようなデザインですよね。ちょっとこう具象的と言われるものですね。人の顔であったり、ああいうものを作るのにすごいこう適したソフトなんですけど、それと 3D デザインを組み合わすと比較的 CAD で作るのがモデリングするのが難しいデザインとかもですね、このような感じで、これも先生何分ぐらいですかね、10分ぐらいでしょうか。そうですね、10分ぐらいでちょっとできちゃいます。はい、それとこう見ていたら分かるんですけど、スリーシェーパーもやや似てるんですが、やはり属性というところに必要なものを必要なところでこう入れていく、数値とかもそちらで入れていく、あとは確定すると、勝手に作られるっていう流れになります。この CAD でいうのはあれですよね、勉強っていうのはどのアイコンがどういう動きするのかっていうのをもう反復練習ですか。
そうですね、反復練習が一番いいですね。ただその 3D デザインにはいい機能があって、ここに上にこう出てるじゃないですか。自分でよく使うアイコン、最初のうちに分かりにくいと思うんで、じゃあ今回のあのところは何と何を使ったっていうのを覚えてれば、ここにこうね表示することもできるっていう、よく使う今機能のアイコンってはここに今スイ、カーブスイープ入れたんですけど、じゃあ先ほどのこれをね、ここにこうブッと動かすだけでこうほら今入りましたよね。こういったことができるんで、とりあえずよく使うアイコンだけをここに出してもらうということができますね。そこで覚えてもらうと結構有効だと思います。はい、やはり、まあ、あのよく使うアイコンから覚えていって、反復練習でどういう、形を作るのに、どんなアイコンを使えばいいのかなっていうのは反復練習で覚えていくと、本当にあの覚えるだけなので、誰でもあの扱えるようになるっていう、まあ、そこが CAD のいいところかなと思いますね。はい、で先生、あの、はい、まああれなんですけど、はい、まあ、もう少しだけお時間少しあるんで、はい、なんか簡単なやつ5分ぐらいでできる、またちょっとなんか、はい、モデリングみたいなのもう一本追加してもらってよろしいですか。はい、わ、はい、かりました。はい、例えばですね、あのよくある三つ編みのリングってあるじゃないですか。これってあの皆さん、あの僕学校でよく質問がある、どうやって作るんですか編んだようにって言うんですけど、実はですね、ほとんどのあの CAD の方がこれをまともに三つ編みで作ろうっていうことはしないと思うんですよ。同じものをあのなんていうのかな、重複させていく、並べていくだけなんですよね。でここでちょっとね、これバラバラにしてみますね、一回ね、バラバラにしてみて、こうやって、で例えば、ちょっと待ってください。こういったパーツ、こういったパーツをですね、実はこれ 3D シェイパーで作ってるんですよ。ちょっと持ち込んでみますね。こういったパーツですね、これを 3D シェイパーで作っていただいて、こういうふうに、でこれを要するにあと一個こうミラーしてちょっと調節しただけで、こう小さくしただけでこういったパーツができます。でこのパーツをですね、ごめんなさい、また中心持ってきます。ここで、コピーしながら、どんどんこうやって増やしていって、一回ねこう作るだけで、ここに最後のフィールド値をデフォルトにするってあるんで、同じ距離で全部ね簡単に動かせますんで、非常に簡単です。例えばここでこんなふうに、そしたらですね、真ん中を除いてずっと全部選んでもらって、こういうふうにこれを、
180度反対側にこう、あ、違うな、ごめんなさい、間違ったこうですね、ごめんなさいね、大体こう、うん、こんな感じで作ってもらうと簡単にこうできますんで、でスリーシェーパーでね、結構作ってあるんで、簡単にここで、大体こんなもんですかね。うん、こんなもんですね。こうするだけで簡単にこうね、もうちょっとですね、ちょっと隙間空いてますね。うん、こんな感じで作ることが三つ編みのリングですね、簡単にできるっていう。でこれもですね、多分スリーシェッパーで作ってるんで、まあスリーシェッパーで作らなくてもいいんですけど、簡単にサイズ直しができる。まず真ん中に、これポジショニングっていうんですけど、真ん中に持ってきて、ここで全部同じ厚みなんでね、ここで、ジュエリーアトリエの中にね、ここにサイズ、リングサイズ変更ってあるんですよ。で今のサイズが、14番くらいなんですけどね、ここでじゃあ、サイズ直しするのに、例えば、じゃあ20番、こんなこともね簡単にできますんでね、一つ作っていただければ、もう簡単にサイズはどんどん変更できます。小さくしてみましょうね。じゃあ6番くらい、こんな感じです。はい、ありがとうございました。まあ、本当にこうですね、ディープイメージっていうソフトを使用した、先ほど作ったモデリングデータ、まあ、指輪とかですね、作ったデータのことをモデリングデータと言いますが、そちらもですね、実際の、すごくリアルの写真化、写真のように見せるソフトですね。やはり CAD っていうのはそういう仮想世界のものが非常に得意なので、そういうソフトっていうものを使用すると、カタログ、実際の在庫を作って在庫を撮影するわけではなく、電子データから本物のように見せるソフトがあるんですけど、そちらを活用することが CAD データなら可能になります。ではですね、こちらもですね、森本先生の方から、ディープイメージっていうソフトのご紹介の方をしていただきます。では先生、すいません、ご紹介の方よろしくお願いします。ですね、ディープイメージを使うとですね、このようないろいろなこの本物に近い画像が作ることができます。例えばですね、これ僕の今スクリーンショットになっているようなこういった画像ですね、こういったものがどんどんできますので、お客様にこう見せて説得力もかなりあります。こういった感じですね。でまあ早いものですと、多分そうだな、5分とかそれくらいでかなり綺麗なもの、まあちょっと複雑なものでも20分くらいあればできるようになりますね。まあこんなようなものから始まって、で例えばリアルな感じでいくと、あ、まあこんな感じもいいですね。これ作ったカエルのタイタックなんですけどね、こういった感じ、非常にこう綺麗に表現できるっていうのが特徴になっております。
で、まあ、作り方といたしましては、こんな感じでいいかな。このようなまあ、簡単にやると、まあ、きれいに取る方法はねいろいろあるんですけども、本当に簡単なところから 入らさせていただきます。まあ、こうまずあの材料をですね、あの例えばプラチナの腕だったら腕にこうドラッグさせて合わせるだけでプラチナにこう変わります、簡単にね。で例えば材料も、ここで、例えばですね、まあ、エメラルドのちょっと濃いのを選んでますね。真ん中にこう合わせるとエメラルドが簡単にこう出てきます。で、まあ、ダイヤですね、ダイヤを、ダイヤモンドのところに合わせていただくだけでダイヤモンドに変わります。で背景もですね、いろいろこう選べますんでね、例えばこのチェックの柄とか選んでいただくと、こうチェックの柄と、まあ、大体普通はこの白でやるんですけど、白でこうやっていただくと、これだけです。あとはもう、レンダリングでレンダリングジョブを開始するで、まあ、今日はねちょっと時間がないんでね、簡単なやり方になってますし、それと、解像度もあんまりね、そのいいものを使わないので、よく一番普通のものですね、デフォルトのものを使ってレンダリングジョブします。まあこれだけでね、もうこれぐらいの画像にはなります。ちょっとコントラストこうちょっと下げてもらうと、ちょっと暗めにしたりとかね、こんな風でかなり本物に近くこう撮れるっていうのがこのいい機能ですね。まあ、大体こんなところでこうできるんですけど、本来はこのダイヤのこの影のところをなくすためにいろいろな作業は必要なんですけど、それちょっとやるとちょっと長くなってしまうんでね、今日はこの程度にさせていただきますけど、こういった機能を使っていただくと、いろいろなものができると。で、画像もここで例えば JPEG でしまっていただいて、そのまま、使っていただくことができるようになっておりますね。で、解像度の方もですね、例えば、ここにですね、いろいろ例えば iPhone 用とか iPad 用とかこういろいろついてますんでね、いろいろな解像度ついてます。ですから好みに合わせて作っていただければ一番いいのではないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、そうですね、このディープイメージっていうこのレンダリングっていうのは先ほども言いましたが写真化ですね、写真のような本物のような写真を撮るような、これをパソコン上でやることをレンダリングって言います。よくSF 映画とかアニメの 3D アニメとか、ああいうものは全てこのレンダリングの技術が応用されて、まあ、非常に時間をかけて実は作ってるんですけど、これはジュエリーに特化した、レンダリングソフトのディープイメージっていうんですけど、まあ、誰でも使いやすいようにするためにですね、素材も最初からあらかじめ登録、たくさんの素材が登録されています。
でなおかつ使いやすさは見ての通りでドラッグ&ドロップですね、その今のここの割り当てたいところに下から持ってきた素材をドラッグ&ドロップするだけで美しい写真を撮ることが可能になってます。まあ、これは本当にもう誰でも使えるので、よく最近あるのが CAD を見せながら実際に店舗で接客されるお客様も今は多いんですけど、まあ、そういうお客様たちはこう実際のお客様はじゃあこのエメラルドはやっぱりルビーの方がいいですとか言われたらその場でドラッグ&ドロップでピッと変えるとルビーがパッと写ってそのまま綺麗な写真になるので非常にやっぱり喜ばれてるそうです。これのすごいところはもうドラッグ&ドロップするだけで難しい光の当て方とかそういうものが一切必要ないっていうソフトになってますね。まあ、こちらもオプションなんですけれども使われてるお客さんが今数多くいらっしゃいます。はい、では先生、そうですね、今森本先生にここまで全部やっていただいて先生どうもありがとうございました。はい、まあ、本当はここですぐに、製品情報の紹介とか学校のご紹介とかするんですけど、どうですかね、皆さん一回こうやってCADの方を見ていただいて何かご質問とかもしくは聞きたいこととか今の現時点でいらっしゃる方、いらっしゃる方いますか。あれば手を挙げてもらえれば質問の方すぐ受け付けていきますけど大丈夫ですかね。まあ、多分分かんないこといっぱいあると思うんですけど、まあ、こういう機会なんで何でも最初の部分でもいいですし、はい、一番最初のところはすごい簡単だったと思うんですけどだんだんなんかちょっとなんだみたいなのもあるのかなと思うんですけどどんどん聞いちゃってもらっていいかなと思うんですけど、何だかご質問大丈夫ですか。全然何でも、はい、ちょっと待ってくださいね。こういう質問を待ってた。はい、本当にペイントとかしか使ったことなくて、さっきの属性とかそういう入眼見てるものもほとんど見たことなくて、ああいうのを覚えるの大変なんだろうなと思って見てたんですけど、そういう人でもこういった形でジュエリーっていうものを作っていくことは容易にできるようになるんですかねってことをちょっと聞きたいです。そうですね、やはり僕もですね習い始めたのがね実は48歳からです。ということはそんなに大丈夫ですで、やはり一番近道っていうのはね本当は学校へ来ていただくとねその一番いいんでしょうけど、やっぱり学校っていうのはそのよりこう近道を教えるので早く習得は可能です。で最初のうち CAD っていうのはやはりねあれだけのツールがあるものですからだんこう低空飛行なんですよ。でもある日突然この位置とかそういうところがねツールのね分かってくるとギューッとこう伸びてくるんでね、ですから全然大丈夫ですよ。安心して使ってみてください。はい、車の運転みたいに最初ってすごいなんか大丈夫かなと思うんですけど今多分余裕だと思うんですよね。そんな感じ慣れなんでね、はい、最初その属性とかってもういつもの流れでアイコンを選んで選ぶとそれに必要な項目を入れてくださいっていうのが属性ですよね。そうですね。じゃあアイコンを選んだら必要な項目が出てくるんでそれを埋めて OK を出すと反映する、その繰り返しなんですよ。そうですね。そのアイコンの種類があるんで、まあ、そういうのの近道を学校だと教えてくれるよっていう感じですかね。はい、それで迷ってるとやっぱり時間かかっちゃったり無駄な動きをしちゃうんでどうしても遅くなる。はい、そうですね。まああとは例えば数値に関してはね僕ずっと長年やってるので例えば爪この石に対してどれくらいかっていうのは学校で教えますので安心してください。Especially in Europe we have a lot of clients they have the exact same good question than you. ヨーロッパでも同じように今まで伝わってきたことがないっていう人が
同じような質問をよく受けます。So, as I said later, we developed 3D design for jewelers. So we can understand that when you start 3D, you have plenty of icons, you have 3D axes, planes, and it can be something which can be really scary for people. So through the interface and our developers teams, we would like to make 3D design the easiest as possible.まあ、今回その、まあ、3D デザインというソフトウェアに関しては、まあ、CAD/CAM のソフトウェアではあるんですけど、ジュエリーに特化した使い方になっています。で、パッと見ちょっとアイコンがすごい多いなとか、ちょっと苦手意識持たれる場合もあるかもしれないですけども、今までのその中でなるべくちょっとシンプルに見せていこうというような形にはしてますので、まあ、そこを触っていくことで必要なことは順序よく進めることができるようにはしています。So I have a story to tell you regarding one client we have in France. He was even able to use a computer at the beginning. So I remember the funny fact is at the beginning of the training, I provided this training. He was completely lost. Even he was almost trying to move his mouse on the screen. So it was really basic skills with computer and 3D. ちょっと一つの一例で、フランスにいらっしゃるお客さんで、パソコンもちょっと触ったことないよってお客さんもいらっしゃって、初めはそのマウスの使い方、マウスをスクリーンに当てて使うのかなみたいなお客さんも実際いらっしゃいました。 So, after 3 days of training, he was able to do rings, earrings, really happy with that. You have to know that we have dedicated process for the training. With a simple example, we provide you the best training regarding how you use the mouse, the keyboard, the 3D scene, manipulate the 3D. And after 3 days of training, you will be able to start your first creation. And you have to practice every day. We can say minimum 30 minutes. Every day you practice. And at the end, just to come back to the story of this client, after 3 or 4 months, he called me for technical support. And he was able to ask me and show me the first really big creation. And I must say I was quite impressed about his skills, because he practiced a lot every day. And to finalize, because I talk a lot, Yoshio has to translate. I have fully trust in Morimoto Sensei and Suzuo team, because I can say that they are really, really good providing training, and they are one of the best trainers and technical support in the world. Sorry, Yoshio. 先ほどのお客さんの例で言うと、まあ、最初のうちはそのパソコンに対してもマウスを置かないよということだったんですけど、まず最初に3日間、トレーニングさせていただいた中で、その3日間で、指輪であったりイヤリングであったり、そういったもののデザインというのがすぐできるようになりました。まあ、そういう感じでトレーニング自体も分かりやすいように一応準備させていただいています。で、さらに、彼自身、森本先生はじめ鈴鳳さんのトレーニング方法とか、その辺もしっかり、把握していて、そこに関してすごく信頼して大丈夫だよということがあって、で、その先ほどの最初パソコンもってお客さんは、実際使い始めてからほぼ毎日30分ぐらいソフトウェア触って練習するっていうことを繰り返しやられた上、大体3ヶ月後ぐらいには、一度、まあ、弊社にご連絡いただいたときに、まあ、こういったものを作ったよという写真見せていただいたときには、本当正直彼もすごい驚くぐらい出来栄えのものが見せてもらったことがありますというような例がありますので、まあ、一番最初の入り口っていうのは難しいかもしれませんけど、まあ、そこに踏み出すっていうことが大事かなと思います。
So, and finally, I wanted to come back on the software. As you can see, and as Morimoto Sensei showed, the software is well organized. So you have one part for the 3D. So for sure, you will have to discover some feature as extrusion, sweep. So it's new vocabularies for you, but you will be more and more familiar every day with the 3D features. And secondly, you have this part that which is dedicated for jewelers. So this is icons and name and vocabularies that you understand because we talk to a jewelers and this is more familiar for you. So this is why we want to well organize the software. And the last point is the tree, history tree. Is one of your best friends in the software because you have the history and any time you can modify, you can come back, you can change. And in fact, this will be the main support you have in the software because we are the only software doing this, having all the history and modify, you can modify any times, you can come back and modify any times through this history tree. ソフトウェア自体のところに特化してちょっと簡単に説明させていただくと、今画面見ていただいているところで大体タブが複数あるんですけども 3D に特化した、ページにはまあそれぞれの新しいまあ言葉であったりとか、ちょっと難しいなっていうのがあるかもしれませんけどもかなりシンプルにはしてますので使っていく中で必要なアイコンの名前っていうのは自然と身につくことができると思います。でもう一つはそのジュエリーに特化したタブから進むと、まあ、そこもジュエリーに特化した言葉ではありますので今後デザインしていく中でそういうジュエリー関係の方と話をするっていう場合にはその言葉自体も必要になってくるかなと思うのでそういう意味では両方の言葉を一つで学んでいくこともできるのかなと。で最後にこれはこの 3D デザインのソフトウェアの特徴の一つではあるんですけども作業を進めていく中のその履歴をツリー状に表示していくというのが一つの特徴になります。で、まあ、ちょっとこれは彼が言った言葉ではないんですけど一番最初の紹介の中ではパラメトリックスっていう言葉がちょっと出てくるんですけど、まあ、この技術というのがこのツリーにそれまで行った作業の履歴であったりとかを残して、またそれを遡ってそこに戻ってそこから必要なところだけをやり直すというようなことができるような機能になっています。ですので、ツリーデザイン以外のソフトはちょっとお金はないですけどもツリーデザインの場合ですとその必要なところに戻ってその必要なところだけを修正するっていうことができるっていうところが非常に優れていくことでもありますのでそういう意味では今までやったことないお客さんにとってもよりいいところかなと。 So since 3D design exists, we developed a lot with our clients and users. You can see some example regarding our big clients we have in Europe, like Swatch Group, Cartier, Piaget, Chopard. They are really, really involved with 3D design software, especially for users in Switzerland. They want to be really super precise. They want to follow different processes in high-end jewelry. So through our developers, we contact them and we discuss with them really often to improve every day the software. But I don't want to talk only about the key accounts clients. We have to think about all our users. We have almost 8,000 users in the world, and we consider every feedback from them. But I wanted to show you some of our clients we have in Europe. 今ちょっとモニターに映しているお客さんというのは、確かにビッグブランドさんではあるんですけども、まあ、ちょっとここがすごいよということではなくて、例えば、スイスのお客さんなんかだと、非常に精度を求められるようなことが多かった。
でその場合、弊社の開発チームとは日々コンタクトさせていただいて、日々そのソフトの改善というものを行って、そのお客様のニーズに合うようなふうにちょっと開発してきたというような経緯もあります。で実際そのお客様のお客様に問わず、今実際世界で8000ライセンスぐらい使っていただいています。ライセンス数なのでお客様の数としてはもっとあると思うんですけども、実際その全てのお客様からのフィードバックっていうのが開発する中では重要になってきますので、今後セルデザイン使っていただく上で、まあ、ちょっとこういった機能ないのとかいうことがあれば、そういったところもぜひ教えていただきたいということです。はい、ではですね、今日第1部の方ですね、の方は、基本以上になります。